皆さんこんにちは、ウミネコクラフトと申します。この動画では2馬力旋回機で動く高速なサップを作っていきます。サップの製作にはご覧のようなレーザー加工機というものを使います。使用している板ですね、この板は厚さ 2.5 ミリの合板を使用しています。このレーザー加工機なんですけれども、プリンターが紙を印刷するようにですね、板を送りながら加工していくので、ちょっと長い合板をこのように加工することができます。カットが終わった板です。船体を少しでも軽くしたいので、強度のいらない部分には肉抜きを施しています。これは隔壁の部品です。今組み立てているのは船体に船外機を取り付けるための部品です。穴の部分にイレクターパイプがちょうど入ります。小さく作った部品をつなげて大きな部品にしていきます。接着には瞬間接着剤を使います。合板のつなぐ部分はですね、つなぎやすいようにパズルのような形に切断しています。これはデッキですね、人が乗る部分の大きな板を組み立てているところです。横方向の隔壁とですね、縦方向のストリンガーを組み合わせていきます。隔壁とストリンガーの溝の深さをですね、ちょうど組み合わせると、いい具合になるように作っていますので、部品をはめ込むだけで、設計通りの形になっていきます。隔壁とストリンガー組み合わせるとこんな感じになります。骨組みだけですとまだぐにゃっとしていることがわかります。続いてサイドの板にシアー材と呼ばれる木の棒を貼り付けていきます。このシアー材があることによって船体の横のラインがきれいに出ます。サイドの板をバルクヘッドにくっつけていきます。板の固定には割り箸を使います。サイドの板をくっつけるとだいぶ船っぽくなってきます。続いて先端の方ですね、先端の方の骨組みを補強します。ボトムの板を乗せていきます。これも CAD で設計してますので、単純にはめるだけで
船の形ができていきます。ボトムについてもですね、割り箸を使って固定していきます。板と板をですね、結束バンドでつないで固定していきます。バウですね、先端の部分、ここも結束バンドで板と板を留めていきます。ここもですね、板をくっつけていくだけで、船の形になっていきます。船の形がだいたいできていきました。この船の作り方については、飛行機の羽とか、昔のサーフボードとかの作り方を参考にしています。エンジンをつけるための、土台の部分ですね、それをくっつけていきます。シアー材には後でデッキを貼り付けるので、シアー材の上をカンナで削っていきます。負荷のかかる部分には補強を入れます。船体の内側にエポキシを塗っていきます。基本的に内側はですね、水で塗れることはないんですけれども、結露とか、そういったものもありますので、合板の劣化とかを防ぐために内側にもエポキシ樹脂を塗っていきます。今乗せているのはデッキの部品ですね。デッキの裏側にもエポキシを塗って防腐と補強をしていきます。デッキの真ん中になる部分にも補強を入れています。デッキを接着するために接着剤を塗っています。水に触れない部分にはフローリング用のウレタン接着剤を使用しています。水に触れる恐れのある部分についてはエポキシのパテを使っています。デッキを接着します。これもですね、寸法通りに木が切れていますので、突起に、穴をはめ込むだけで、デッキがいい感じにくっつきます。縦埋めとですね、サンディングで船体の表面をツルツルにします。ガラス繊維とエポキシ樹脂で表面のグラッシング、FRP 化をしていきます。グラッシングが終わったら、もう一度サンディングして、エポキシの2度塗りをしていきます。このエポキシの2回目の塗りなんですけれども、より耐久性が欲しいので、2回塗っております。
さらにサンデリングをしまして、で、仕上げにですね、UV カットができるウレタンの塗料を一番上に塗ります。続いてデッキに物を取り付けるための部品を作ります。サップでいうDリングとか、サーフボードでいうリーシュカップに近いものです。作った部品をエポキシでデッキに接着します。デッキパッドとハンドルもくっつけます。ドレンとですね、あと引っ張るためのハンドルも取り付けます。とこれはドレンの蓋の脱落防止です。イレクターパイプでトランサムを作ります。このトランサムは着脱式です。船尾の部分の形ですけれども、これは2馬力で滑走させやすいようにという意図、あと左右の安定性が高くなるようにということで、このような形にしています。船外機自体の水の抵抗も極力減らしたいので、なるべく水流が船外機の棒の部分に当たらないようにということで、このような形にしています。船外機の打角はこれぐらいは取れます。船体できましたので、テストに行ってみたいと思います。船底形状ですけれども、基本 V 字になっております。そして、船尾の部分で浮力と揚力が大きくなるようにということで、このような形になっています。トランサムが外れることによってですね、船体を逆さに向けて車に積載することができます。船体の重さは19キロです。持ち運びなんですけども、リーシュカップがしっかりついているので、このように紐を肩にかけて運ぶことができます。これが取り外し式のトランサムですね。怪しい道理については、後日動画を出そうかなと思っております。手で漕いだ感じなんですけれども、船体がその滑走のための形状をしてますので、ちょっと手漕ぎではちょっと重たいですね、やはり。これで時速3キロとかぐらいだと思います。で、今立って漕いでるんですけども、幅が90センチもあるんで、今安定感は十分です。船外機については純正状態、何もいじっていないホンダの BF2 です。2馬力ですけれども滑走しております。滑走の姿勢なんですけれども、おおむね予想通り、それほど、バウが上がりすぎてなくて、いい感じかなと思います。旋回性は、こんな感じですね。
旋回する感じなんですけれども、まあ、なんかバイクに乗ってるようなそんなフィーリングがします。バウのですね、先端の方の水の切り具合はこんな感じです。加速の感じは、まあ、こんな感じですね。割とすぐ滑走状態になります。ご覧のようにですね、船尾の板がドライになってまして、滑走しているということがわかるかと思います。トランサム周りの形の工夫によってですね、船外機の水跳ねが少なくなっています。最後に速度チェックです。最高速については、まあ、この日この条件で17キロ出ました。巡航速度は、まあ、条件によって、まあ、12から15キロぐらいかなと思います。まあ、ただ速度については重さによって結構変わりますので、私の体重が65キロぐらいなんですけど、まあ、荷物が、まあ、重かったり軽かったりすると、まあ、最高速は前後するかと思います。動画内容以上です。よければ、高評価マイリスお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。